ケンシロウはサウザーの謎の前に倒れた。聖帝十字領の人柱として幽閉されたケンシロウは救出されたものの瀕死の重傷を負ってしまう。ケンシロウが敗北した後、聖帝軍のレジスタンスに対する攻撃は激しさを増し、ついには州のアジトも発見されてしまう。州は動けないケンシロウを逃がし、サウザーを撃つために一人聖帝軍に立ち向かった。そしてシュウはサウザーに囚われる。シュウは失った目から涙を流し、ケンシロウに思いを託した。サウザーを倒し、乱世に光を取り戻せるのはお前しかいない。今こそ聞け、ケンシロウ。人生シュウの魂の叫び。傷が塞がっていく。人生が揺さぶり起こしたんだ。今の剣を誰も止められない。第11話、愛ゆえに。言っておく、北斗神拳は無敵だ。シュウが呼んでいる。貴様、どこへ行きだ。
前に。奴を倒せば好きなだけ砲を撃ってやる。どんな手を使ってでも奴をぶち殺すのだ。
格はない。死ななきゃわからないのか。気持ちよすぎる。
を開ける仕掛けがどこかにあるのでしょうか。早く北斗の男に知らせなくては。今ではシュウ様がサウザーに。濁さんぞ皆殺しの生徒を踏んでな。どうやら死ななきゃ分からない。
が死ななきゃわからんようだ。十個目皆殺して。北斗、斬回拳。お前はもう死んでる。わかりました。ありがとうございます。あなたがいなければどうなっていたことやら。Yeah.
ちのめせ。やろう、ここでくたばりやがれ。どうやら死ななきゃわからんようだ。今だ、敵をなぎ倒せ。貴様らには来るでない。私はこの聖碑を積まねばならぬ。この石は百人の人質の命、そしてなんと六聖剣の乱れを防ぐことができなかった。私の痛み、行け剣士郎、そして時代を開け。私はいつもお前を見ているぞ。貴様の体
髪の毛一本もこの世には残さぬ。この石段は衆の悲しみ、一歩一歩噛みしめて登ってくるがいい。愛ゆえに人は苦しまねばならぬ。愛ゆえに悲しまねばならぬ。みなしごだった俺は、なんと法王権の先代伝承者王外に拾われ、このなかった王外は俺を実の子のように育てた。そして俺が15になった時、俺は伝承者の試練として目を塞いで敵と戦った。俺が戦い倒した敵とは我が師王外。俺はその時から愛を捨てた。帝王に愛などいらぬ。今こそナフと北斗の決着をつける時だ。兄たちより先にこの墓に果てるがいい。北斗、史上猛将派。天も宿命の対決に興奮しておるわ。遊びはこれまでだ。死ね、ケンシロウ。無駄だ。死ね、ケンシロウ。
しや飛行を。お前の鼓動と血の流れが俺に謎を解かせた。何をたわごと。心臓の位置も逆、そして飛行の位置も表裏逆。それがお前の謎だ。なんとも将の体に傷をつけた罪を償ってもらう。上で見送るのか。愛や情は悲しみしか生まぬ。
なのになぜ悲しみや苦しみを背負おうとする。悲しみや苦しみだけではない。お前もぬくもりを覚えているはずだ。北斗神拳伝承者、俺が叶う相手ではなかった。シン、レイ、ユダ、シュウ、サウザ、ケンシロウとの宿命に呼び寄せられた。なんと六星拳の星たちは次々と大地に散った。そしてここにも宿命に吸い寄せられた二人がいた。ラオウとトキ、血のつながった兄弟は幼き日の誓いを胸に戦った。勝ったのはラオウ。彼は剣王恐怖の伝説の復活を宣言して去る。ラオウとの再戦は避けられぬ。兄弟の戦いを見届けたケンシロウは覚悟を胸に再び歩き始めた。そしてまた一人宿命に準じる男がケンシロウの前に現れる。乱世を治めるにはラオウのような巨木が必要と感じていた彼は突然人々を虐殺し激闘を終え静かに余生を過ごす時を捉えた。その男の名は大山天狼剣の龍が、時代のためならば血に飢えた魔老になることも辞さぬ男。なぜ狂気の殺戮を。戦えばわかる。第12話、天狼の涙。言っておく、北斗神拳は無敵だ。暴走している。やめてくれ、まだ死にたくない。剣王でも現れる限り、この辺
札汚し。王が鎮圧してくれる。剣を喝殺。剣を甘く見ぬことだ。我が剣は様らごときに攻められぬ。を汚す枝を払う。やつらあっちからやってきたんです。
剣。これを猛将犯。
助けだ！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 助けだ
敵だが、今なら押し返せる。こんなことが。支配下に入った。逆らう者には死あるのみ。北斗、地上猛将派。悪魔のような男があなたに伝言を。巨匠にて武器を預かっていると。
上昇波。北斗、地上猛将。
勝破。もう終わりだ。奴を倒せば好きなだけ褒美をつけてやる。どんな手を使ってでも奴をぶち殺す。Thank you.
一つの国と。この目で確かめよう。我が星は天狼星。狼の目のごとく天空でも最も輝く。全ての神に組みせた余計な枝は払わぬ。あえて雨かける孤狼となった孤高の星。またこの乱世に覇を目指せるというのか。貴様を狙っているのは俺の剣だけではない。
超猛将波。余計な枝は払わぬ。その後の平安はお前の手で。